随一シクロファン。N、メタシクロファン。N、パラシクロファン。N、N、パラシクロファンシクロファンとは、ベンゼンなどの方向間の2箇所以上が、炭素などの作状構造の過橋によって環状に結びついた構造を持つ大環状化合物の総称。多数の方向間や過橋を含んだ複雑な過合状のシクロファンも知られる。 有機構造科学において方向間の歪みについて研究するための材料とされる。天然化合物や医薬品にもシクロファン構造を持つものが存在する。シクロファンの基本的な構造の例として N、メタシクロファン、N、パラシクロファン、N、N、パラシクロファンを挙げる。説答後のメタ、パラは方向感上で置換されている炭素の位置関係を示し N は 下境部位の炭素数を示す。図にパラシクロファンの構造 N。パラシクロファンの弁前ンン管は船型に歪んでいるが、方向属性は示す。N が小さくなると、弁前ンン管の歪みはより大きくなり、平面からずれる。X 線結晶構造解析によると、パラシクロファンの弁前ンン管は20.5度平面から歪んでいる。ベンジルくらいの炭素はさらに20.2度は、 ずれている。ベンゼン間の炭素、炭素間の距離も、通常のベンゼンではすべて等しいのに比べ、パラシクロファンの場合では 39PM の違いが生じる。パラシクロファンは、次元のような反応性を示す。周素とは1、4負荷、塩素とは1、2負荷反応を起こす。プロトン n MR スペクトルでは、パラシクロファンの方向属プロトンは、 デルタ 7.2ppm 付近と、通常の方向属プロトンのように、脱遮蔽されている。一方、下橋の中央にあるメチレンくらいのプロトンは強く、遮蔽を受け、デルタマイナス 0.5ppm 付近、テトラメチルシランよりも工事場側に、シグナルが現れる。すなわち、パラシクロファンのベンゼン艦は、方向艦に、特徴的な反磁制的な感電流効果を、 保っていることがわかる。図3にパラシクロファンの合成法を示す。スピロケトン1からバンフォード・スティーブンズ反応により、ヒドラゾン3が熱分解して発生するカルベン中間体4の転移反応を経てシクロファン5が得られる。得られたパラシクロファンは光反応によりデュアーベンゼン6に変わる。6は熱反応で5に戻る。 6に火塩素酸銀を施すと、さらに転移が起こりジスピロ化合物7が生じる。N、N、パラシクロファンの中で、最も研究対象とされてきたものは、2、2パラシクロファンである。2、2パラシクロファンは1、6、ホフマン脱離によって合成される。ありがとうございます。